ペロプスペロプスは、キリシア神話に登場する英雄である。ペロポネーソス半島の地名はペロプスに由来している。タンタロスとエウリアナッサヌコ。タンタロスは、リューディア地方のシッピュロスから、パフラゴニアにかけての王で、クロノスの娘プルートーとゼウスの息子だと言われるが、トモーロス山の神、トモーロスが父だとする説、オーケアノスとテイティウスの子とする説もある。 ペロプスの母エウリアナッサは、カシンパクトーロスの娘だが、カシンクサントスの娘エウリュテミスタであるという説や、アムピダマースの娘クリュティアとする説など一説が多い。オイノーマウスの娘ヒッポダメアとの間に、アトレウス、トゥエステース、ピッテウス、アステュダメア、リューシュディケー、ニーキッペイを設けた。また諸子に、クリューシッポスがいた。タンタロスは人間でありながら、 ゼウスの親しい友で、オリンポースさんの共演にも、席を与えられるほどだった。しかし、タンタロスが神々をシピロスに招いた時、神を試すつもりだったのか、あくまで善意からだったのか不明だが、息子のペロプスを殺し、その体を切り刻んで、支柱にして、食事に出した。神々は皆料理の正体に気づいて口をつけなかったが、デーメーテールだけはその時娘のペルセポネーを失って、 実質状態にあったので、左肩の肉を食べたという。またタンタロスは、オリンポースでの共演から神の食物を盗んで人間の友人に分け与えた。神々の激怒を買ったタンタロスは、英語の罰を受けることとなって冥府に送られ、沼の上に枝を広げた果樹に吊るされた。沼の水は満ちてきて、顎まで届くが、タンタロスがそれを飲もうとして、身をかがめるとあっという間に引いてしまう。 果樹の枝には様々な果実が実っているが、タンタロスがこれに手を触れようとすると、たちまち一陣の風が吹き起こって枝を舞い上げてしまう。こうしてタンタロスはやむことのない上と渇きに苛まれ続けている。タンタロスを罰したゼウスはヘルメースに命じてペロプスの体を集め、大釜で煮てまじないをかけた。デーメテールは自分が食べた左肩の代わりに、 造形でできた肩を与え、運命の女神クロートーンが獅子を縫い合わせ、レアーが生命を吹き込んだ。こうしてペロプスは輝くばかりの美少年となって、生き返った。ポセイドンはペロプスを一目見て愛し、オリンポスで、ゼウスがガニュメーデーソウソしたように、ペロプスを自分の児童とした。その後ペロプスは、シピュロスの王位を継いだが、トロイア王イーロスの勢力に押されて、ギリシアへ移った。 ペロプスは、オいのマオスの娘ヒッポダメイアに求婚することにした。オいのマオスは、アレースの息子で、ピサの王だったが、向この手にかかって殺されるとの信託を受けていた。そのためオいのマオスはヒッポダメイアへの求婚者に、自分に勝ったら、結婚を許すが負ければ殺すという条件で、戦車競争をさせるようにしていた。オいのマオスの戦車を引く馬は父アレースから送られた、プシュラと。 ハルピンという名馬で、ヘルメースの息子、ミュルティロスが御舎を務めていたため、求婚者は、オいのマオスが、ゼウスの祭壇に、生贄にえと祈りを捧げる時間は先行することを許されたにもかかわらず、皆追いつかれて殺された。こうして、すでに12人とも13人とも言われる犠牲者が出ていた。殺された者の遺体は、頭や手足を王宮の門に釘で打ち付けられ、 胴体は地上に投げ出されて、見せしめとされた。ペロプスは、ポセイドンに協力を祈った。これに応えてポセイドウオ,オームは、翼ある不死の馬と黄金の戦車をペロプスに送った。それでもペロプスは、前の求婚者たちの惨状を見て戦慄した。ペロプスは、ミルティロスに、もし自分の味方をしてくれたら、王国の半分を与え、ヒッポダメイヤとの結婚書やを過ごさせると約束した。 ヒッポダメイヤもペロプスに恋するようになり、ミュルティロスに報奨を持ちかけたという。ミュルティロスは承知して、オイのマオスの戦車の辛抱に、牢でできたくさびを差し込んでおいた。競争が始まると、オイのマオスは猛然と追跡し、逃げるペロプスの背中を、今まさに突こうと槍を構えた。しかしその時、彼の戦車の車輪が外れて飛び、オイノマオスは転げ落ちて戦車に巻き込まれて死んだ。 オいのマオスは、生き返る前にミュルティロスの裏切りに気づき、彼を呪った。競争に勝ったペロプスは、ミュルティロスとヒッポダメアを乗せて、戦車を西に走らせた。ミュルティロスとの約束を果たしたくないペロプスは、エウボイア島の南端ゲライストス岬まで来ると、ミュルティロスを蹴飛ばして墜落させた。ミュルティロスは、海に飲み込まれながら、ペロプスとその一族に呪いをかけた。 ミュルティロスは、ヘルメスによって、空にあげられ魚舎座になったとも言う。ペロプスはさらに戦車を西に借り、タイガ、オーケアノスにまで達した。ここでペロプスは、ヘイパイストスから、人殺しの罪の清めを受けた。ペロプスは、オイノマアオスの王座を継ぐと、勢力を拡大して、支配地の名をペロポネーソスすなわち、ペロプスの島と改めた。ペロプスはさらにエッペイオス王からオリンピアを奪い、 ギリシア全土の名誉と尊敬の対象となった。ミュルティロスを殺した罪の償いとして、ペロプスは、ヘルメースの最初の神殿を建て、オリンピアの戦車競技場にミュルティロスの記念碑を建てた。しかし、アルカディアをスティウムパーロスについては、武力で勝てないと見て、友好の席に招いて暴殺した。この罪のため、ギリシア全土は飢金に見舞われた。この時アヤアコスがゼウスに祈って、 雨を降らせたという。ペロプスとヒッポダメイヤの間には、数多くの子が生まれた。トロイゼームの王で、テイセウスの祖父となる、ピッテウス、互いに無形内の王位を争うことになるアトレウスと、トゥエステース、メガラの王となった、アルカトース、アルゴナウタイの一人ヒッパルコス、エウルステウスとアルキオーネーの母となったニーキッペイなどで、ある。クリウシッポスは、ラーヨスが、 オイディプースに殺される原因となった。ペロプスの子孫は骨肉の争いに巻き込まれるなど悲惨な運命をたどるものが多く呪われた一族とも言われる。ありがとうございます。